はい、どうもボーリング TV のヒデです。本日は、ボーリングジャパン2020秋場所、第9戦目を投球したいと思います。本日の対戦相手は安藤ひとみプロです。前回289点で、結構いいスコア出たので、今日もしっかりいいスコアを出してストライク合戦頑張りたいと思います。使用ボールは、アキュラインツアープレミアム4使用して投げたいと思います。どうぞお願いします。さあやっていこうか。今日は300狙うぞ。集中します。全集中。ボーリングの方、10の方、はい、オッケー。よし、全集中。ボーリングの方、銃の方、まあなんか僕が言ったら銃の方って言うけど、なんかあのお待ちの方、10番目にお待ちの方みたいな感じだと、まあまあでもそんなん気にせんといこう。今笑った人、ちょっとボーリングちゃんと見てよ。はい、オッケー。危な、危な、ふざけとった、ふざけとった。危なかった今。危ない危ない。さあ、あんま喋んのやめよう。えい、ナイス。さあターキオッケー。薄めもよう絡むわ。さあプレミアム4、薄めもよう絡む、絡むーちょや、よう絡む、絡むーちょ。よし、えい。あ、お疲れ様です。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ撮影中に、船団プロがお疲れって言ってくれました。さあ頑張ろうか。師匠の一声で。さあ、さてもう一回気を引き締めて。はい、オッケー。はい、6発来ました。300いけそうな気もしてきたな。まあ気負わず、ちょっと適当ぐらいでいこう。やることだけやったらええ。いけそうな気がしてきたぞ。なんだかんだで7発来たよ。まあボーリーグ初の300とかっていうのもありやんね。まあまあやれることやろう。ごちゃごちゃ言ってもしよし。やばい、めっちゃ手前で曲がった今。うわ、もう
もうショック大やです。くそショックすぎてミスりそうになった。うん、危ない。メンタル激弱。はい、手前で1回曲がったんで立ち位置寄りましょう。いや、めっちゃショックやわ。まあ言うててもしゃあないけど。まあ出るとき出る。さあ、はい、オッケー。よっしゃー。まあ前回の280に続き270ペースですね。まあまあいい時もあれば悪い時もある。あ、まあまあしゃあないわ。まあでもよう、いったいった。267ストライク9個か。まあ負けてる可能性あるね。はい、オッケー。ストライク9個で267点。まあまあ勝ててるかどうか分かんないですけど、まあ250より上は打たなくちゃいけないこういう戦いなんで、まあいい勝負できてるんちゃうかなと思います。はい、次回の第10戦も頑張るので皆さん応援よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。